株式会社アイドレジャーは、福岡県小郡市に本社を置く、アミューズメント運営企業。ゲームセンターボーリングビリヤード等のアミューズメント施設、楽市楽座などを、九州を中心に、全国54カ所、57店舗運営している、楽市街道箱崎店1970年に、大英久留米店に屋上軽食堂を開いたのが始まり。 その後同店の屋上プレイランドを買収し、アミューズメント施設の運営に乗り出す。1989年に、楽市楽座の1号店を福岡県久留米市にオープン。その後、2001年に大型複合アミューズメント施設、楽市街道箱崎店が開業。同施設のテナントとして入ったドンキホーテは、九州初出店であった。現在は、 インストア型の出店を全国で展開しており、2017年9月に長野県松本市の4モールに新店がオープン。2018年3月には首都圏を地盤とするアドワーズ株式会社を完全子会社化した。AB 連結市会社の株式譲渡契約締結及び特別利益の発生に関するお知らせ、キーホールダー2018年1月23日。 ABC 会社の株式譲渡に関する広告、キーホールダー2018年3月26日。ありがとうございます。